グローフルチーク部門の第3位、第3位だし、店頭でもどの肌にも馴染みやすい色みたいに書いてあったんで、これにしました。キャンメイクグローフルールチークスの1番です。デザインが結構可愛くって、でこれもね、裏にほらやり方がめっちゃ丁寧に書いてあるんで、これに従ってやろうと思います。私メイクで本当に必要最低限だと思うのが眉毛とチークだと思ってて、眉毛がなんか生えてない感じだったらみっともないし、チークで血色良くしてちょっと元気な感じに見せるのがいいのかなと思ってます。あと唇あんま色がない人だったら唇も色塗ってあげるのが元気に見えて大事かなと思います。多分本当に必要なのって元気に見えることだと思うんですよ。でファンデーションとか塗った後ってもう顔がピターって見えるんで、ちょっと立体感も出して元気にも見せてっていうので、チークはすごい大事だなって思ってます。でこれの使い方が、この辺の濃い色のを 2,3 回混ぜて、こう笑った時ニコってここの飛び出るところにこう塗ります。あ、これブラシがすごい柔らかい。このポコって飛び出るところを中心にふわーっとのせていきます。ほらこっちの方がちょっと元気に見えるの分かるかな。はい、こんな感じで塗って、こっちよりも多分こっちの方が元気に見えるかなと思います。そしたらこれね、このチークはなんかこの上の明るい色のところがグロウパウダーってやつで、頬の高いところ、この辺にちょっと入れるって書いてあります。できました。そして最後はリップです。スティック状リップグロス、キャンメイクジェリースティックグロスの4番っていう、口紅かこれ。いや私はなんか色付きのリップを探してたんだけど、ちょっとねなかったのかな、口紅なのかリップなのかちょっとよく分かんなくなっちゃってこれリップグロスかなって思ったけど口紅みたい。でもなんか割とね発色は柔らかめだと思うんだよな。グロスを塗った時の透明感と口紅のふんわり発色をこれ1本で、だからまあ求めてたやつで合ってるか、まるでゼリーのようなプルンとした唇に仕上がります。というわけでこちらのピンクをもう普通にリップグロス塗る時みたいに唇の形に沿って塗っていきます。あ、つるってなる。下すごいいいね、これすごいプルプルな感じで、色もねきつくないからいいかも。これだったらグロスいらない、もうこれ1本で本当に完成だと思います。はい、というわけで完成しました。最初のドスッピンよりねだいぶ元気な感じになったかと思います。黒髪でメイクしたのは何年ぶりかちょっと分かんないんですけど、なんかちょっとお母さんに似てる気がするというわけで黒髪で裸眼でキャンメイクで初めてのメイクみたいな、もうごちゃ混ぜのテーマでやってみました。またリクエストとかあったらコメントを書いていってもらえると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。